イウェイを走り出す、また新しい旅路へ、誰のため何のため、自分自身に問いかける、大切なあの人に伝えたいことがあるんだ。君がいるからその街へ僕は必ず帰りたいと思うんだ。東へ西へ南へ北へ、日本中を走り続け、丸になる天と天がずっとつながって、笑顔の丸が描かれてゆく。君の顔が見たくなった。もう二度
寂しさが急に募った。その時深くにも涙がこぼれた。人には言えないエピソード。さよなら僕がこよなく愛し続けた街と、友と初めて愛した人。小刻みに揺れる窓の外は緑から青へと変わってしまった。暑い暑いと言ってたのが嘘のようで、夜になるとめっきり冷え込むようになりました。あれこの空気、この感覚、これはどこかで感じたことがあります。今日も西千葉と人々小走りしている。それぞれおのおの熱烈なるドラマがあって、今があるんだななんて考えたりした。今日も西千葉通り雨、明日はどこまで行けるだろう。僕は確かに今ここに生きた。西千葉通り雨、yeah! はい、ありがとうございます。西千葉通り雨です。はい、皆さんこんばんは、松尾貴臣でございます。2024年11月19日ね、秋真っ只中のライブ配信ということで、1曲目に秋の歌西芝通り雨を持ってきたんですけどもね、暑い暑いと言ってたのが嘘のようで、夜になるとめっきり全然冷え込みませんね。はい、今日も半袖、今日一日本当嘘のようにですね、外でもこの半袖で過ごしまして、千葉は30度近く、気温がありましてですね、全くこの曲が似合わないんですけども、まあね、10月のライブ配信は、今日で最後ですのでね、この歌を歌っとかないとなと思いましてお届けしました。はい、ではでは、今日もね、皆さん1時間ほどお付き合いください。ありがとうございます。ではコメントの方いただきます。お、いっぱいついてる、ありがとうございます。はい、西芝とりめかし静香さん、ありがとうございます。はい、小手川さんこんばんは。今日は自宅でゆっくりライブを見ます。今週も楽しいライブお願いします。ありがとうございます。そうですね、あんまり楽しい曲はないんですけども、楽しい曲あんまないというか、一曲もないな、楽しい曲はね。まあですけど、まあね、曲が云々よりも、なんていうんですか、そのね、ライブという行為自体が楽しければね、それは成功でございますので、頑張っていきたいと思います。はい。あ、稲靴さんもこんばんは。ありがとうございます。あ、ひょうたくんこんばんは。今日も楽しいライブ配信をお見せください。やっぱみんな楽しいライブ配信を求めてるんでしょうかね。だったら曲もね、ちょっと楽しい曲をね、いっぱい入れるべきなんでしょうか。まあでも今日は秋ですので、しっとりといきましょう。はい。あ、ミラチネコさんこんばんは。今夜はよさこいのなぎり会場から参加しております。今夜は大学生だけのチームが踊ります。よさこいが今日佐世保で行われてるんですか。お祭りシーズンですもんね。10月19日土曜日ということで、ね、各地でいろんなイベントある中で、我がマイホームライブをお選びいただきありがとうございます。皆様に支えられ、もう226回目、226事件でございますね。はい、しっかりと歌っていきたいなと思います。はい、はい、あ、レイコサさんこんばんは。ありがとうございます。松本千代子さんこんばんは。お聞きしてます、ありがとうございます。はい、鈴鹿さんこんばんは。今日、明日のイベント準備のため、大雨の中、あ、広島は大雨なんですね。テントや机の準備でズムネになって寒いわ。腰が痛いし、頭痛も最悪な状況なので、松尾さんの歌で癒されたいです。僕の歌にそんなね、癒し効果があるのかどうかは定かではございませんけども、一生懸命歌っていきたいなと思います。あ、宮池さんこんばんは。お疲れモードなので、ほっこり癒してください。あ、
さっきの楽しいライブを期待してる組と癒しライブをね、期待してる組と、まあ、分かれますけども頑張りたいと思います。いろんな声に支えられ226回目でございますので、はい、はい、あつちゃん、エセさん、こんばんは。はい、はい、ミラチコさん、昨夜前夜祭で千葉県から10年間参加されていたチームが今年で終わるということで感謝状が送られました。ほほほ、千葉県から佐世保までですよ。毎年ちゃんと通うっていうのはね、すごいことですね。ぜひ表彰してあげてください。そうです。先ほど、つい先ほど、Facebook、X、Instagram ね、もう同時多発テロ的にですね、一気に、情報公開しましたが、12月7日土曜日、2年ぶりに長崎市でワンマンライブ決まりました。ありがとうございます。いや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 。ね、九州方面の、まあ、西日本の方がすごく多い印象です。てか、ほとんど西日本の方じゃないですか、もしかして。ね。いやいや、ありがたいことですが。ね、ぜひぜひ、12月7日、長崎。そして、翌日はね、福岡、ね、お寺ライブ連続でして、ありますので、まあ、ぜひ 2days と言いたいところですけども、まあ、どちらかだけでもね、ご来場いただければ幸いです。お見知り置きのコーナーで、またじっくりとご紹介します。はい、楽しく癒されるんですよ。なるほど、楽しく癒される、いいですね。楽しくて癒される、うん、はい、やっぱりおみちゃんはオレンジの服が似合います。オレンジの服が似合う、ありがとう。これ実はですね、皆さん、僕グッデ T シャツ、まあ、つい最近までオレンジね、復刻版売ってましたけど、これね、初代の方なんですね。初代の方は復刻版よりもちょっと色濃いんですけど、ライブ配信でこうね、照明が当たったりするので、ちょうどまさにこう復刻版と同じぐらいのね、ほんのりと偉大なるオレンジ色でございます。もうね、このグッデ T シャツも発売開始が2007年の12月ですので、17年ものですね。はい。おかげさまで皆さんに支えられ、ロングセラーということで、はい、頑張っていきたいと思います。はい。あ、皆さんこんばんは。北アフリカから無事帰国し、福岡から2回目のライブ配信参加です。ありがとうございます。北アフリカ。ね、ほんと海外ね。すごい行かれてますね。まあ、羨ましい限りです。ね。まあでもいろいろね、特にアフリカとか、まあ僕未知の世界なんで、治安だって何だったらいろいろね、心配なとこあるんじゃないかと思いますけども、またその旅の話も、いずれね、まあ、Facebook 拝見してますが、いつか直接もお聞かせください。はい、ライブ配信参加ありがとうございます。ということで、歌っていきましょう。先週人気投票1位獲得しました。ついに暁の牙城をね、崩しましたね。Beautiful Life 聴いてください。また喧嘩したんだってね、ほんと仕方ないやつだな。喧嘩するなとは言わないけれど、ちゃんと仲直りをするんだよ。また季節は静かに変わって、気づけばパパと呼ばれている。未だ違和感が拭えないけれど、ちゃんと役割を果たすつもりさ。君が生まれたさ、写真に収めた空、ようこそ素晴らしき世界へ、最高の人生プレゼントするからね。いつか君を残して旅立つその日までに、
揺れに巻き込まれて九死に一生を得た人、テレビカメラの前で泣いていた家族が、家族が見つからないって泣いていた。自分の命より守りたいものがある、僕にとっての幸せとは何があろうとも、君が今日も生きていること。いつか君を残して旅立ったその後も、どうかその笑顔を絶やすことなく、出くわす日もあるだろう。自分次第で明日は変わる。そうさ、今を生きよう。目がよく見えなくても君の耳がよく聞こえなくても、人より考えることが苦手でも、思ったことをうまく言えなかったとしても、手足を自由に動かせなくても、みんなと何かが違っていたとしても、君が君らしくいられたらいい。それでいい。ずっと君を愛し続ける。いついかなる時も忘れてはいけない。僕たちは永遠じゃないのだから、今を生きよう。愛も夢も希望も贅沢に詰め込んだ、いずれは君も思春期が来て、生まれた意味を問う日が来るだろう。そんな時はイヤホンを耳に当て、この歌をひそかに聴いてほしい。ありがとうございます。ビューティフルライフです。遠い街を走る電車の中、イヤホンを分けてきた曲、穏やかな田園風景、君の笑顔、あまりに
瞬間だった。今もあのメロディーが聞こえるたび、君と描いた日々が蘇る。二人語り合った未来とは違う。君がどこにもいない世界。本日のお見知り置き、はい、本日のお見知り置きのコーナーでございます。ね、先ほど少しお話ししましたけども、12月7日長崎市ね、ミックという2023年、昨年の1月にねできたばかりの新しいライブハウスでワンマンライブが決定しました。というのもですね、これ最初といいますか、今回長崎にそもそも歌いに行くかどうかちょっと迷ってたぐらいだったんですけども、お寺ライブね、その翌日に12月8日にですね、お寺でこれライブをやることが決まって、それを、まあ、インスタにアップしたところ、地元の、まあ、同級生がですね、長崎ではライブせんとねってね、メッセージをくれまして、で、まあ、そういうことはよくあるんですけど、まあ、せんとねって言われてもですね、まあ、場所やったり、まあ、いろいろ告知だったり動員だったりいろいろあるので、なかなかこう気軽にあ、じゃあやろうかななんてことならないんですけど、いや実はその同級生が知り合いの人がねライブハウスをやってると、オープンさせたということで、でこの前見に行ったらすごい良かったと、でね高尾にやってほしいとね思ったから、まあいろいろね協力するから一緒にやろうみたいなこと言ってくれて、まあこれは嬉しいなと思いましてね、だったらやろうということで、まあ早速お店の方にもね連絡しまして、まあ詳細聞いたところ、まあ、とてもいい感じのね方だったので、あ、これはやらせていただこうと思いまして、開催が決まりました。12月7日土曜日で、時間はね千葉タイムですよ。僕千葉のワンマンライブはいつも夕方やっておりまして、まあ、今回3時半オープン4時スタートということで、まあ、夕食前にねこの時間帯、そうすると、まあ、僕ら同世代って子育て世代なんでですね、こう女性の方々もなかなかね夜って出られないんですけど、この時間だったら来れるということもねありますので、まあ、むしろね、まあ、土曜日働かれる方はね、この時間来れないかもしれませんが、まさにちょっと、まあね、初めて、長崎では初めてですしね、まあ、試しにということで、この時間で設定しました。まあ、この時間のいいところは、終わった後に、打ち上げができると。はい、心ゆくまで打ち上げができると。ほら、夜のライブって、6時、7時ぐらいから始まるんですけど、ライブ自体が9時ぐらいに終わって、撤収とか踏むと10時とか超えるんですよ。そっから打ち上げてね、なかなかしんどいんです。もう眠くなっちゃう。ね、僕はほら、すごく、日本屈指の健全なね、健全なミュージシャンなので、もう眠くなっちゃうんです。ね、やっぱね、早め早めでやるのが、もう皆さんの健康にね、こう関わることのね、良きことかなと思いまして、ぜひ、限定、ま、30席のね、箱でございますので、これはもう、チケット争奪戦も必死でございますので、となればいいな、地元でね、もう告知した瞬間に即完売みたいな。まあ、残念がそうではないんですが、まあ、でもね、満席目指して動きますので、ぜひぜひ、皆さんお早めにね、ご予約いただければと思います。まあ、連絡先、ライブハウスだったり、僕、コーラション学工房のメールアドレスありますが、まあ、各種ダイレクトメッセージなどでもね、ダイレクトメールか、等でも、僕の方でもね、受けたまわりますので、よろしくお願いします。はい。で、その翌日に、この、ね、流朱印ライブですよ。総統集流朱印。ね、福岡の岡垣町で行います。これはもう土日ですので、皆さんぜひ九州 2days、 これも昼間なんですよね。はい、2時からということで、健全です。はい、ということで、終わってからも日本各地へ帰ることができますので、ぜひぜひ九州へ、12月はお集まりください。ちょっとコメントいただきましょう。
はい、ベティフライフ歌詞ありがとうございます。あ、大塚和美さんこんばんは、ありがとうございます。あ、山口明美さんこんばんは、こそばありがとうございます。長崎ライブ決まりました、ぜひぜひお越しください。はい、はい、パチ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 。いつも寝るのが遅そうですけど、早く飲みたいだけなのでは推測ですけど、まあ寝るのはね決して早くはないですよ。あの1時とか2時とかなんですけど、ただもうね9時以降ぐらいはね、もう体がそう休んでるんですよね。そっからしっとりタイムが始まってますんでね。なので極力ライブはまあまあ9時ね。あとほらお腹すくんですよねお腹すくんですよ、夜のライブって。ご飯の食べ時がわからないんでね、これ難しい難しい。ほら規則正しいんで、僕は昼の11時半から12時の間に昼ご飯、朝食べないですよ。夜ももう6時7時ぐらい食べるんですね、遅くても7時ね。そうするとそうするとですよ、こうライブが7時から始まった日にはいつ食べるってなっちゃうんだよね。だから、まあ、僕のライブは、早め早めと、さらにまあ、あの完全禁煙でございますので、体にね、とにかく体に、ね、健康に、ね、皆さん癒し楽しいライブにね、お越しください。はい、ありがとうございます。ではお見知りおきいきましょう。今週はねうなぎづいてましたね。うなぎね、もうアップしましたけども、見てくれましたか、これね。あの入船亭仙海さんとね、黒木夫人と、まあ、仙海さんの奥さんもいらっしゃって4人で行ってきたんですけども、あのうなぎ尾花、尾花東京の南千住にある、もうね日本屈指の有名なミシュランガイドで一時期1位を、ね、獲得してたらしいです、日本でね、のうなぎ屋に行ってまいりました。僕は初めてで、で4時開店なんですね、夜の部が4時開店、なくなり次第終了。この日もねもう7時ぐらいに終わってました。で3時から並、ぐらい並べば入れるという情報を得て、みんなでもう3時に行きまして並んでまして、一番乗りでしたね。その日はまあラッキーだったのか、そんなに、でもなんだかんだオープン前に10人ぐらいいましたんでね、そんなうなぎありますよ世の中に。はい、行ってまいりました。めちゃめちゃ美味しかったです。これどーん、これもう色からね、色からも抜群ですので、本当にこんな色してましたね。あ、なんかこうちょっと薄めの感じの茶色で、これがね柔らかいんです、むちゃくちゃ柔らかい。下のお米もね、まあ、僕お米食べない範囲で割るんですが、ちょっと薄く敷いてもらいましてね、これもまた柔らかくて、うなぎってこんなに柔らかい食べ物だったんだなってことを学びました。これうな重ね、これ7000円です。1杯7000円、消費税7700円。このお花、面白いところはこれはこの、もう 1本ですね、2切れ入ってるわけですけど、多分1.5 か、まあ、どっちか1か分かんないですけど、が6000円なんですよ。で、メニューの時に、あの、店員さんがね、7000円のうなぎが2杯、6000円のうなぎが2杯でよろしいでしょうか値段なんだと。上が1杯とか波1杯じゃなくて、値段でね。まあ、なんかトラブルがあったんでしょう、きっとね。はっきり言わないと。ね。はい。相当、まあ、しかも高額ですからね。あの、高いの来たとじゃないかみたいな。なんか揉めたんでしょうね、きっとね。ということで、まあ、そんな困難でしたけども、まあ、貴重な体験をさせていただきました。はい。はい。貴重な体験でした。ねえ、なかなかいけないですよ、こんなんね。で、さらに、驚いたことはですね、うなぎ屋なのに、うなぎ屋なのに、焼き鳥があるんです。まずメニューの中に。その、あんまりたくさんメニューなくて、焼き鳥とうまきとね、吸い物と。まあ、それぞれいただいたんですけど、この焼き鳥が2本で1200円。そんな高いうなぎ、皆さん、うなぎだよ、高い焼き鳥知ってます？この世界にそんな高い焼き鳥が存在するなんて。で、だから1本600円ですよ、はい、値段の話ばっかで、これがねもうめちゃくちゃ美味しかった。柔らかい、あ、焼き鳥ってこんな柔らかいんだってね、さっきと同じ感想ですけどもね。はい、もうだいたいほら、この桃ですよね、食べたら、まあ入り口柔らかくてもこう食べてる最中に、まあ、硬くなってくるじゃないですか。あと冷めたら硬くなってくるのにもかかわらず、ずっと柔らかいんですよ。どんな焼き方してんだろうなと。もうどんな匠が焼いてんのかなってことでね、驚きました。はい、畳の部屋でね、店員さんもね、とてももう訓練された感じの、ね、はい。素晴らしいお店でございました、とさ。はい。
じゃあ頑張っていきましょう。はい、長崎のお酒といえば何を飲まれるのですか。あ、いい質問ありがとうございます。まあ、長崎人って基本的にはビール飲んだ後焼酎、麦焼酎に行くんですね。麦焼酎ね、あのイチコとかね、イキでちょっと高級なイキゴールドとかあるんですけども、まあ、僕も大学時代とか、まあ、地元帰った時とかは漏れなくそのコース行ってまして、まあ、すごく飲みやすいし、まあ、肌に合ってる感じがしたんですね。でそのうちやっぱりこう大人になってきて酒が強くなってくると、ちょっとこう癖のある芋焼酎に目覚め、まあ、黒霧島だったり赤霧島だったりね、赤に霧島だったり、まあいろいろ、まあね、あとまあ鹿児島ほいとか宮崎の銘柄ありますけども、まあ、そういうのを飲むんです。で今でもまあ長崎人ってはそんなコースだと思うんですけども、ただね最近長崎の日本酒がものすごくねレベルが上がってきてまして、昔一番驚いたのはね、あの壱岐の焼酎、壱岐ですよ、壱岐ってわかりますか。長崎のもう離島壱岐に横山五十という、ね、酒蔵が突如現れまして、酒蔵の名前は、茂家酒造ですね。横山五十ってね、とてもフルーティーで美味しいお酒が爆誕しましてですね、それに感激して、あ、長崎ってもうちょっとこう辛口な酒って感じの酒が多いイメージだったんです、ね、ですからこんなフルーティーで全国的に愛されそうなお酒ができたんだと。で、僕はその横浜50ばっかり地元帰ったら飲んでたんですが、最近はね、さ、あの、ヒランという、平戸にできたヒランというね、お酒も、これがまたちょっと微発泡で美味しくて、で、なんと、11月から僕の地元のね、西千葉酒ベースにヒランのお酒を置かれるということで、これはね、ヘビロテだなということで、楽しみにしています。とさ、はい。はい。やっぱあまりにもいい質問だったら、ちょっとテンション上がっちゃいましたね。はい。この二人は何県から京天ですか、清天ですか。この二人は、あ、この二人、さっきのね、仙海さんと、黒木夫人ですね。は、東京です。あと、あ、じゃあ黒木夫人は千葉ですね。あんまり住所言ってもあれか。まあ、でも東京の、病院のね、院長夫人なんですよ。仙海さんは落語家です。プロの落語家さん。ね、ご活躍です。で、ちょっとね、4月頃に、すごいイベントです。あんまり、多分まだ僕が言っちゃいけないと思うんですけど、おおっていうね、イベントあります。期待しててください。はい、そうですね。だから4月の8日で、僕4月19ワンマンなんで、ちょっと間空いちゃうんでね、それ 2days とかだったら面白かったんですけども、まあまあまあ、まあ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 、まあ。はい。来月は東京ゴルフツアーなので、私たちもうなぎ食べたいと思いました。できれば野台場で。あ、これまたいいコメント、さすが野台場を知ってるんですね。だ、西の野台は東の尾花と呼ばれてるらしくてですね、はい、僕も、ね、野台場はねもうずいぶん昔行ったんですけど、まあもう学生だったかな、大学院生だったかな、いやもうちょっと上だったかな、にしても、まあ、何食べてももう美味しい年頃だったんで、まあ、美味しかったぐらいにしかないんですけど、ね、今はほら少量を楽しむようになってきたので、このねうなぎとても美味しかったですよということで、まあ、もしよかったらね、南千住の方の、ね、お花の方もちょっとこう候補に入れてもらえたらと、別に僕にマージンは入ってきませんけども、はい、はい、僕は好きなレモンがある、僕が好きなレモンがあった、レモンはきっとあれかな、こうかけるやつかな、あ、ここねちょっと上にレモンありますね。僕ね、こういうの一切かけない派なんです。うなぎにも山椒かけないし、あの、焼肉とかに、あ、じゃあ、あの、唐揚げとかにもレモンついてくるんですか。僕一切かけないんですね。もう、あの、素材の味といいますか、最初の味を楽しむと。味変しない。ね。まあ、ゼロじゃないです。ほぼそんな感じでやってますんで、レモンが乗ってることに気づかなかったというね、感じでございました。はい。で、最後はこれ、ポーン。はい、ホスピタルライブ、ついにですね、2007年から続けてきた歌う坂本龍馬プロジェクト、ホスピタルライブが3000回を迎えまーす。ありがとうございます。再び拍手。場所は青森県野辺地町、介護老人保健施設野辺地さん。ここ2010年7月7日に僕が全国初波、ね、あの47都府県歌い切った最後の、ね、思い出の施設でございます。11月6日ですね。明日から、
そう、明日から1週間の北関東ツアー行ってきまして、で帰ってきてまた1週間ほど経ったら、2週間の東北ツアー、5年ぶりのね東北ツアーに行ってきます。もう一気に青森まで行きまして、初日がこれね、これやってから南下していくというねスケジュールで、もう完全にスケジュールもありました。20本以上ライブも決まりまして、最近ね僕ねめっちゃスケジュール組むのがね上手くなったんですよ。僕なんか覚醒したなと能力が思ってますけども、まあね大事なことですから、セルフマネージメントだから、歌う場所がないとね仕事になりませんので、ということでねやってまして、で今ねもう東北ツアーのスケジュール終わったんで、これから12月の九州四国ツアーのスケジュール組んできますので、また皆さんの近くにもねお伺いできればと思っております。よろしくお願いします。以上お見知り置きのコーナーでした。24時間365日寄り添うから、つぶさに打ち明けてよ、戸惑う日も一緒に悩もう。君のこと病がその心へたどり着く前に、すぐにそばへ駆けつける、一助となれるように。今年の8月にできたばかりの新曲です。家族の話。あの日僕が実家を出たその後、知らない家族が一人減った食卓で、どんな会話をしたんですか。いつも夢に描いた都会の刺激的で、一人で生きてきたかのように、故郷を忘れてしまいました。やがて人生最大の恋愛の果てに入籍して、そして都会に新しい家族ができました。今共に生きてる人は僕の大切な家族では、昔の家族はもう存在しないのでしょうか。家族っていうものは永遠ではないのですね。未来のことは誰にもわからないから、数十年後は思わぬ場所で思わぬ人と生きることもあるでしょう。生きてる人は僕の大切な
す家がなくなって車に住むとして、だけどあなたがいればそこが家、いさかいに巻き込まれ路頭に迷うとして、だけどあなたがいれば僕らの家、今共に生きてる人は今日もですね、全ての曲を、違うギターでということでねお届けしておりますけどもね、はい、グレコでございました。ではではラストの曲行く前にコメントいただきます。はい、どこからかな。はい、はい、はい、お高井みどり子さんありがとうございます。仕事が遅くなりました、間に合った、間に合いました、しっかり間に合いましたね、後半戦ね、お楽しみください。癒されつつ楽しいライブをねお届けしたいと思います。はい、はいはい、気をつけて行ってきてくださいね。本当にね車の運転はね本当気をつけたいなと思います。はい、北関東ツアーだとなんかもうツアーって感じしないですもんね。ちょっと行ってきますぐらいの感じでね、はい、まあ本当いざとなればひゅっとね 2,3 時間で千葉にも戻れちゃう距離にずっといますんでね。まあ、この、けど、ホスピタルライブがね、今回10本決まってるんですけど、これをしっかりと成し遂げたら2999コインに至るわけですよ。これ1本でもできなければ、11月6日のね、野辺地が3000コインじゃなくなっちゃいますのでですね、これはしっかりとミッションをね、達成していると思いますし、途中でまたね、パイロットクラブ、桜東京パイロットクラブさんの歌のキャラバンもね、まあ、別で、ね、入っておりますので、こちらの方もしっかりとやっていきたいと思います。はい、はい、お寺さんありがとうございます。気をつけて東北ライブ、ホスピタルライブ頑張ってください。福岡のお寺ライブ楽しみにしてます、ありがとうございます。はい、福岡まで気をつけていらっしゃってください。はい、山田レミさんこんばんは。眠い、小学校運動会で疲れました、癒してください。あ、癒し派がですね、はい、また一人増えましたけども、今日ね運動会シーズンですね。どっかでも運動会やってましたね。どこだっけな、今日車で、幕張行って、そっから四つ街道行ったんですけど、どっかで運動会見ましたね。運動会シーズンでございますね。はい、まあ、親はね大変ですね。今日めちゃくちゃ暑かったですしね、はい、お疲れ様でございました。はい、みのこさんすいません、スマホを脱衣所に置いて湯船でまったり聞かせてもらってますこれ謝る必要はあるんですかねスマホを脱衣所に置いて湯船でまったり聞かせてもらってます。このコメントはどっからしてるんですか。脱衣所からやって置いて湯船で今聞いてるよって状態なんですかね。でも湯船、脱衣所だとこうねドアがあるので、ドア開けっぱなしで聞いてくださってるんでしょうか。はい、めっちゃ湿気そうですけども、湿気に負けずね僕の歌を選んでいただきありがとうございますはい、はい、横山50、横山シルバーセブン、あ、シルバーセブンよくご存知で、今度飲んでみます。情報ありがとうございます。いえいえ、ぜひぜひ。長崎空港にもね、横山50専用の冷蔵庫があるんですよ。一番奥の方にね。
はい、長崎空港もし行かれる方はぜひね、あの空港でも買えますので。はい、パチ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 、グレッチがやっぱり好きです。あ、嬉しいですね。ちょっとライトな感じのね、ビューティフルライフ、すごくグレッチと合ってますよね。僕も今歌いながら、先週グレコでやりましたけど、このくらいの程よいライト感がこう曲の重さといい感じに、こうお寿司のような感じですか、米とねネタみたいな言ってること分かります、こんな感じ、ね、これがあの歌詞、こっちがね、曲であればね、こうペトンとペトンという感じがとても、合ってるような気がします違う、歌詞と曲じゃないや、曲とギターの音ですね。だから曲がちょっと重いので、軽く軽くこうグレッチが乗る感じですかね。これはね、マーチだったらちょっとこうね、おにぎりになっちゃいますからね。言ってること分かりますかね。はい、ということで、じゃあラストソング行きましょう、24時間365日カラオケバージョンでお聴きください。同じに見えてまるで違う世界だ。いつの間にか迷い込んだ複雑なラビリンだけど、僕らはスタートへは戻れない。出口の向こう、望む景色があると信じ進む。24時間365日、寄り添うから、つぶさに打ち明けてよ、戸惑う日も一緒に悩もう。脅かす病がその心へたどり着く前に、すぐにそばへ駆けつける、一助となれるように。そんな日もあったね、自分らしく誇りを胸に。
その心へたどり着く前に、すぐにそばへ駆けつける一条となれるように、すぐにそばへ駆けつける一条となれるように。24時間365日でした。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとう。ではバイバイ。ではではアンコールということで、その前に最後のねコメントいただきます。アンコールもグレッチで聞いてみたいです。これはですね、曲のアンコールですよね。はい、僕がねややこしい名前の曲を作ってしまいましたのでね、はいはい、アンコールてて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 ですね。そうですね、いつかね近い将来、明日プレミア配信でやりましょうかそうそう、明日プレミア配信、皆さんプレミア配信ですよ。15時ね、15時ね、おみじおみふんからでございますので、ぜひお集まりください。はいはい、パチパチ、アンコールアンコール、オミコール、アルコール、あアルコールいただき、アルコールですね、アルコール、アルコール、僕の目の錯覚かと思いました、はい、アルコールはい、あ山崎くんありがとう、今来ました、オミコール、オミコールいただきました。はい、アンコール、アンコール、みんなで盛り上げよう。アンコール、ありがとうございます。はい。今日のアンコールは、アンコールではございません。でもですね、今年作った新曲のうちの一つ、グローリーデイズ、最後にお届けしたいと思います。ね、残すギターは一本、このマーチンですが、これね、今日、ね、弦も綺麗に張り替えまして、でね、もう、至るところ磨いてですね、ツアーに備えて準備しっかりしました。で、昨日美容室にも行きましてですね、もうやっぱね、こういうこう心機一転大事ですよね。髪もそうですし、これギターも張り替えるとなんだかやっぱりこう力がみなぎると言いますか、気合が入るものでございまして、ただ残念ながらチューニングが狂いやすいんでですね、チューニングが大丈夫かな？張り替えたばっかりでチューニングが振りやすいんですが、大丈夫そうなので行きたいと思います。はい、そうです、新曲のアンコールです。はい、はい、山口明美さんもありがとうございます。では行きましょう、グローリーデイズ。8ビットのゲーム機の世界、足りない絵は心で描いた、でたらめだが想像力は育まれた。みんなと異なる答えでもいい、自らで考えることに意義がある。チャンスをその手で掴み取るため、君が努力を重ねる姿見てきた。人間らしさこそがこれからわかる。
ものがこの僕にもあったのだろうか。誰かを羨むことが嫌で足跡のない道を探し歩いた。チャンスはシャボン玉のように何度もこの手で触れては消えてしまったけれどもつかめないから夢を見続けられた。その日Glory days。 ゲームも人生もこんなの方が面白い。タイパなんて言わないで誰からも無駄と呼ばれ「その手で掴み取るため、君が Day by day 努力を重ねる姿見てきた。人間らしさこそがこれからは価値になるから、 AI を遥かしのぐ愛でそのクリエイティブを磨け。ちゃうシャボン玉のように何度もこの手で触れては消えてしまったけれども、つかめないから夢を見続けられた。その日々はいつかかけがえのない My Glory。いや、最終回お会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。マイホームライブ226回目、ね、226事件でございました。いやいやいや、弦を張り替えたばかりのギターを弾くと何が一番ね怖いかと言いますね、弦が切れることなんですよ、ね、ギターの弦って1本2000円ぐらいね、やっぱりワンセット今2000円ぐらいしますんで、エリクサーね、もう切れたら泣いちゃうということで、しかもこんな激しい歌選んじゃったよかった切れなくて。ということで、明日プレミアライブ配信でございます。 PM おみじおむふん、ね、皆さんお待ちしてます。 QR コードの方を読み取ってください。はい、ではでは最後コメントいただきたいと思います。はい、グローリーデイズの歌詞ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました、ありがとうございました。お、頭痛と腰痛改善しました。そんな温泉みたいな紅葉が僕の歌にあるんですね。頭痛はなんとなくね、まあわかりますけど、腰痛まで治るってもうなかなかですよ。これちょっと奇跡ですね。はい、令和の奇跡です。これ皆さんぜひ拡散していただければと思います。松尾の歌で腰痛が治ったらしいね、これ奇跡ですね。はい、ということでね、僕もまあ腰痛といえばね、これから運転がもう年末までわんさかありますので、僕も若干の腰痛持ちなんでですね、腰だけは
守り続けていきたいと思います。はい、片川さん元気をもらいました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でありがとうございました。明日のツアー楽しんで行ってきてください。はい、そう、プレミア配信終わったらもうすぐね、出発、栃木に向かって出発でございます。はい、高井さんありがとうございました。癒されました。ということで羊おみふになりましたので、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。松尾高見でございました。